とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日も、妖怪学園 YYY 学園生活をやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日も新しく出てきた極ボス、挑戦していきましょう。もちろんソロだよ。ソロで行きます。これ、極、電脳ロケットウォーズ。さあ、どんな感じになるんでしょう。行きます。はい、行きましょう。ここはね、雑魚敵が出てくんのよ。で、この雑魚敵が意外と、強いの。強いしめんどくさいから、あのね、一気に倒せるブルームーンは結構おすすめ。しゃい。ブルームーンだったら、もう本当に一気に倒していけるんで、いい感じです。しゃあ。あ、やば。あぶね。危ね危ね、元に戻るかと思った。危ねー。で、このザコが出る分ね、他の極ボスよりも若干なりとも、HP は一緒だな、攻撃力が低めに設定されてます。でも、バーストした時のダメージはかなりのもんだから、バーストしてからは結構注意が必要です。あぶねえ、やば。よし、 OK。 あぶねえ、もうお腹すくんだよな。すぐお腹すくから食べ物がね結構なくなるんだよね。いや、別に食べなくてもいいのよ。食べなくても多分いいっちゃいいんだろうけど、やっぱり経験値がね、ザコを倒した時にも少なからず入ってくるんで、俺はお腹の空き具合っていうのは気にするね。あぶね。まあそんなに食らわないかもしれないけど、あれはね食らっちゃダメだよ。変身が溶けてしまうから。まあ、密着してれば大体避けれるかな。大体モーションはあるから、密着してればそこそこ避けやすいね。うん、なんかこういうボス相手って、この雑魚をね召喚してくるボスって基本雑魚処理からっていうゲームが多いけど、ここはね雑魚処理からじゃなくって同時に倒すっていうのがいいですね。うん、同時処理。雑魚だけっていう風にやってると、ほんと、何匹も何匹も湧いちゃうから。うん、この、湧くのがすごいからね、こいつら。よっしゃ。なんで、やっぱりここの、推奨キャラは、ブルームーンが本当にね、合ってる、ここは。自分の周り全体を攻撃できるんで、他をね打ち漏らさないんでめちゃくちゃいいよ。で、もちろんジョブは夢見る少年、夢見る少女、あ、夢見る少年だな、ジンベエだから。うん、でいくといいです。で、どうしても火ダメが多くなるんで、それをポーズ取って回復できるからね。あー、来た来た来た、こっからよ、こっから。あ、やっべ、やばいやばいやばい、ちょっと待って。うわー、もう最悪や。本当にやべやべやべ、もうおぶね、本気になった。お前ちょっと本当うっとい。よし、オッケーオッケーオッケー。もうスピードがね、元に戻ってしまえばもうこっちのもんだわ。よっと、オッケー。もっ、ポーズ取りたい。よし。あ、ちょっと焦った、ちょっと焦ったわ。でもね、大丈夫、焦ることはない。落ち着いていこう、落ち着いて、ザコと同時に倒していこう。
やっぱこうバインドでね動きが制限されるとききつい。でこれおー、こいつのバースト嫌いだわ。ドーベルといいこいつといい、その氷がシャー出てくるのが鬱陶しいのよね。まあ、出てくるだけだったらいいけど、それで凍結して動きがね制限されるところが。オッケー、もうお前来んな、凍結するから来んなって。よしよし、オッケー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 。基本バーストしたら逃げとっていいね。うん、俺なんかブーストリームがさっき途中でキャンセルされた。いけい、よっしゃ、多分もう一回、あ、嘘、もう一回ぐらいはそうだね、バーストが。よっしゃ、いくぜい、変身変身変身、早く変身して、はい、あ、来た、もうやめてくれ。よし、オッケー、今ならいける。嘘、無理だったか。いけると思ったけどな、やっぱソロでのあれのキャンセルは難しいか。待って待って、一回雷じゃない、氷のドーンが来る。ああ、もう若干食らった。ただ食らうだけだったらオッケーオッケー。おい、寄ってくる、寄ってくるんじゃねえよ。よし、はい、もうちょっとか。でもまあまあ結構美味しかったわ。ザコもね一緒に倒せるんで、経験値もアイテムも美味しい。よいよい、オッケー、危ねえ、はいはい、ザコ呼びな、ザコごとやっちゃうぞ。オッケー、もうちょい、いや、来た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 、危ねえ。おい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 、こっち来んな。そろそろ必殺来るか。よし、 OK、 ここで取ったる。あ、ダメだ、ダメダメダメだった、ダメダメ、うわ、氷のウェーブが来た時はもうダメだもん。よっしゃ、おい、最後なんか訳がわからなくなってきた。よし、でも回避してたからすぐ溜まったね。あと一発だ、終わり。ここだね、でお前も倒しておしまいですね。はい、まあ、ここの攻略法は本当にブルームーンで行けばなんとかなる、そう思ってください。ブルームーンが超最適性で、敵がバーストした時はちょっと注意、離れるっていうのもいいと思う。まあ、そういう感じでやってみてください。ということで、また出していくのでチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。それでは。